いよいよ明日、衆院選公示。この1年間、多くの市民の方々に支えてもらいながら活動を続けることができました。市民連合の方々や市民の方々が野党統一候補として働きかけを行ってくれたことに感謝の気持ちでいっぱいです。残念ながら、野党統一候補としては叶いませんでしたが、諦めずにたかっていきます。当初は自民党の菅元総理と宮さん の第一の構図でしたけども、ここに来て立憲民主党とあと共産党からも候補者の擁立でありましたけども、こういったこう構図が少し変わっていますが、どう受け止めていらっしゃるかという、少し戦い方に変化があればその点もお願いいたします。市民連合とか、他の市民の方ですね、前回共産党を応援された方や立憲を応援された方がまとまって、今回この菅政権、菅さんに立ち、挑戦できるのはもう私しかいないということで、まとまって応援してくれてました。市民連合も応援すると、神奈川市民連合も私を応援するという形で、野党統一として働きかけてはいたんですけども、10月1日、立憲と共産党が候補者を出して、今市民の方々が正直すごく怒っている状況で、立憲共産に対して申し入れをするというぐらいまで動いています。でもどこの地区に誰を立てるかというのはその政党のご判断だと思うんですけども、私はその先月立憲民主党から引き抜きあったんですね。どこの県とはちょっと言えないんですけども、で立憲民主党やってることがその令和の候補者、別の候補者も立憲から引き抜きがありまして、断っているんですけども、今やってることが自民党に対する戦いではなくて令和潰しやってるしか思えないので、そういったことをやめてほしいですし、向かっている方向違うんじゃないかなというのは強く感じております。戦い方としては今まで通り、私もこれまで個別訪問も3万件近く、チラシ配布も20万枚ぐらいやってますし、誰が出ようと今まで通りも活動していくっていう形ですね。ありがとうございます。各社さんお願いします。